バッテンドルフはドイツ連邦共和国バイエルン州オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属する町村でシュタインフェルト行政共同体を構成する。この村はバンベルク軍東部フレンキシェ・シュバイツの終焉部フレンキシェ・ジュラサン地斜面に位置する。この町は公式には5つの集落からなる。バッテンドルフは古い入植地で 紀元前3000年から1800年頃にはすでに戦隊分土器文化がこの地にあった。文献上で最初に言及されるのは1180年に遡る。当時、この村はメラニエン高領であった。1260年から1274年までバッテンドルーフはトルーエンディング博の所領となった。1274年に首都会のラングハイム修道院に寄贈され、 1803年の世俗化までその所有家にあった。時代についてバンベルク市教本部とこの修道院の関係は規薄になっていった。1803年の帝国代表者会議主要決議でこの村はバイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により現在の自治体が成立した。この地域の人口は 1970年、753人、1987年、723人、2000年、722人であった。2006年、の人口は、わずか708人となっている。紋章は、青地に左を向いた銀の和紙、向かって、右側には、足つき金牌から、金の四郷杖が突き出ている。和紙と地色の青は、1248年まで、 バッテンドルフの領主であったアンデクスメラニエン博を示す。足つき金牌と四教図へはトルーエンディング博から首都派修道会、ラングハイム修道院への贈り物を示す。バッテンドルフには現在2つの小さな家内醸造所、キュープナー醸造所とドレーメル醸造所がある。ありがとうございます。